クフェス2小花さん、みんな可愛すぎる。ありがとうございます。すいません、なんかそんなのも当たり前なんですよ。はい、こういう話はスクフェス2。いやもう思い入れはすごいですよ、はい、私の青春を捧げたアプリですから。そうやね、ちょっとね、スクフェス2、こちらのアカウントで情報を確認してください。そしてまだフォローしていただかったよーというあなたはぜひ今すぐにフォローをお願いいたします。そう、多分知らない人来ましたけど、まあ本人じゃない人いましたけど、まあまあまあ、でもこのね、生放送を見てる方はもちろんフォローはしてると思うので。そうだね、絶対してるでしょ。してなかったら絶対しなよ。まあ、してなかったらね、私たちのことをフォローしてね。それいいね、それいいね、それめっちゃいいじゃん。ぜひ私たちのフォローも、はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。2人と公式でやっておりますので、ちゃっかりと。はい、スクフェス2から、うん、メインキービジュアルを初公開させていただきます。おメインか。おメインのものが。なるほどね。これはもう初公開ということで、ドキドキワクワク。すでにね、出てるやつもね、めちゃめちゃいいけど、はい、我々3人もね、かたくなにリハ中は見せてもらえなかったので、いや、一緒に、みんなと一緒に、みんなと。それではご覧ください、どうぞ。ドン。おお、かわいい。ステージ出ましたね。そうですね。スクフェス2。ほいほい。一つ目のポイントは、ラブライブシリーズの楽曲が全曲遊べることです。全曲、はい、今後もどんどん新曲が追加される予定ですということで、うん、本当に全曲です、はい、全部ですね。このアプリ容量はとんでもないことになりそうです。そうですね。スクフェス2、文化人さんからいただきました500曲。いや、そうだよね、 あるよ、ね、あるよ。こっちとしてもびっくり、500曲もあるっていう。すごいよって、ラブライブシリーズすごいですね。ということでね、そして、びっくりびっくりびっくり。すいません、すいません。そしてもう一つ、スクフェス2。まだ実際にゲーム画面は見れないのかなって思うでしょ。見れちゃうんです、今日ズマイフラー見せちゃうんですよ。はい、ので、シュカさんにプレイをお願いします。なんか私でいいのかなって。いや上手い二人がいるからさ。ちょっとノーマルにします。ノーマル一番久しぶりにやる、こういうの。なんかこの生配信でこのスクエスやるって懐かしい。なんか感謝祭とかじゃないとやらないです。おはいはい、頑張れー。すごい、でも結構変わってる。あ、なんか全体的にちょっとおしゃれに、ちょっとおしゃれになってませんか。なんかエフェクトとかちゃんと私が次にやりたい曲持ってこれるのかいって。スクフェス2。Gさん基本スキルカットインオフだよね。わかる、わかるよね。スクフェス2。そうです、お話できるってことですよね。かな、チャット、ハザラさん、シュカ、シュカト、シュカト、シュカト、え、な、え、なんか、え、する。え、全然してもいいけど、全然してもいいけど、全然してもいいけど、なんでシュカト。スクフェス2、スクールアイドルの日常です。おー、なんかまた新しいこと。うん、スクフェス2。はい、じゃあまずはようちゃんです。どうぞ。うわあ、すみません。続いてランジュ。おお、なんか持ってるの。持っているのはもしかしてアニメの方で出ているアクリルキーホルダーではないですか。続いてクック。おお、あ、もう一人がいるんだね。後ろに積みに。スクフェス2。あ、もちろん、たくさんのカードを手に入れてページを埋めてくださいな。うん、はい。そしてエリーちゃん、あ、はい、なんか急になんか、うん、あの大きなスクリームが目の前に現れたから、ちょっとね、あっちに集中を見ちゃったね、見ちゃったよ、見ちゃった。いきなりあんな大きいのね、来られたら見ちゃうよね、ほんとに。ちょっとタイミング考えてくださいよ。
先輩の優しいフォローが続きます、はい、大事なお知らせですよ。そうです、ここです。これまでスクフェスをプレイしてくれている皆さんのために、うんうん、はい、現在のスクフェスからカードをフォトアルバムのようなものに記録する機能も実装予定とのこと。消えないってことですよね。マジよかった。でも見えるスクフェス。待ってたよ、ほら早く一緒に見に行こう。スクールアイドルが大好きなみんな集合。みんなにもっとスクールアイドルを好きになってほしいの。出会いは一期一会、大切にしなきゃだよね。ました。はい、やっぱ最初のほのかちゃんが出てくるときは最後に羽がこうやって舞ってて、そうその次紙飛行機が舞ってて、はい、その次虹がかかってて、その次星が流れてました。マジでこれもうこの2人さっさっさっそうなんですよ、もう本当に見えてスクフェスですね。あれ、この曲ってスクフェスに入ってましたっけ。スクフェス2には全曲入るんだよ。君と叶える新たなライブ、ラブライブスクールアイドルフェスティバル2ミラクルライブ。おーい、スクフェス2。なんか過去の TM だとこうパジャマ着てなんかソファーで寝転がってたとかね、そういうのありましたけど、そういうのはないんですか。個人的に見たいやつを今リクエストされてるということで。あれだよ、うちら3人でやればいいんだよ。いいね、いいですね。だって今日はあの大発表会で呼ばれてるし、確かに、そういうもうやんないと、やんないとね、頼みますよ。キャスト CM 懐かしい、涙が出ちゃう。本当です。あ、パジャマ CM 見たい。パジャマ着ます。もう着ますだけね。りーちゃんのパジャマ姿なんて見たいに決まってんじゃん。本当にスクフェス2。これはうまるすさん、スクフェス2トレンド1位だ。よっしゃ、いや、これなんかトレンスクフェスレベルは、あ、じゃあちょっと失敗したら本当にごめんなさいなんですけど、エキスパートでやらせていただきますね。お、音が出るのかな。うわ、マジ。あ、これでもやっぱちょっと真ん中見づらいかな。いやいや、でもいや、でもすごいよ。あの、そう、本当にスクフェスと変わんないです。あ、うん、もうひーちゃんマジ。あ、ここ欲しい、うん、うわー、ここいいんだよ。めちゃめちゃいい。このスクフェス、たきなと渡辺陽役を斉藤修香とタンク語役リーユでした。バイバーイ。バイバーイ。